お父様、夏日です。おはようございます。そんなので起きるわけないでしょ。お父様、エヴァです。起きてください。大変です。お静かに。創造神にも程があります。今はそんなこと言ってる場合じゃないでしょ。電話にも出ず、ノックしても音沙汰はなしですか。参りましたね。機嫌をまた損ねられているのかもしれませんが、金蔵さんは時にほんのわずかの変化であってもそれに吉凶を感じ、本人以外には預かり知れぬ理由で機嫌を損ねたりします。そうですわね。こういうのは何も今日だけに限ったことじゃありませんものね。じい様って、そこまで書斎に閉じこもってんのか。はい、一ヶ月以上も書斎を出られないことも珍しくはありませんので。ここだけの話、勤めている私でさえ時折親方様がいらっしゃられることを忘れることがあります。ゴーダ、使用人にあるまじき発言ですよ。失礼しました奥様、誠に失礼しました。とにかく連絡が取れんのはまずいんとちゃうか。下手したらお父さん、事件が起こってることさえ知らんのやでなあ。さあどうでしょう。最後にお父様に会ったのは誰、いつ。私です。昨夜バトラ君が黄金を見つけたと騒ぎになる直前までお父様の書斎で一日の報告をしておりました。昨夜の23時頃ですね。やむを得ねえ、ここは開こう。なんですって。ここは当主様の大切な書斎であり研究室です。許可なく犯すなど誰にも許されませんよ。ここにいる最高序列者は誰。私よ、後ろ宮家序列第3位のこの私。もし開けてお父様にお叱りを受けるなら、それもまた最高序列者の役割よ。緊急事態につきここを開けるわ。鍵あるんでしょ、開けなさい。ご存知とは思いますが、書斎の扉はマスターキーでは開きません。あの、最近は源氏様からも鍵をお取り上げになられ、2本の鍵はすべて親方様がご自身でお持ちになっておられました。ですのでその、この扉を開ける2本の鍵がすべて書斎の内側にあるってわけか。密室、グッド。やっと少し面白くなりました。これで書斎の中で金蔵さんが不謹慎が過ぎますよ。エリカさん、とにかくお分かりの通り、この扉はお父様が持つ鍵でしか開きません。つまり外からお父様に接触することは殺人犯であっても不可能ということです。ですから当主様が無事であるのは間違いありません。だからってお父様の安否を確かめなくていいって論法にはならないでしょ。あなた、尊敬するお父様の無事をそんなに確かめたくないの。そういうわけでは。今この島で起こっている殺人事件はおそらく碑文をなぞる見立て殺人になると思われます。事件は続くものと考えるのが妥当でしょう。あの碑文を見立て殺人だとして見直すなら、さらに事件は続き、合計で13人の命が奪われる計算になります。13人という犠牲者がどれほどの人数かご存知ですか。おいおい、この島に何人いると思ってんだ。
そのほとんどってことじゃねえか。ノンノン、違います。私の知る限り、ミステリー誌で最も死者が出る連続殺人は、犯人も含めて全員が死亡したイギリスの某作品の10人です。日本ミステリー界では先生術師が探偵役を務めたあの作品かと。まあこっちは10人未満ですが。知ってました？このまま13人死ぬと世界ミステリー史で最悪の快挙、最高の名誉、13人連続殺人事件が完成するんですよ。それどころか、もしこの島の全員を殺してしまったら、なんと世界最高の連続殺人ミステリーと日本最高の連続殺人ミステリーを足したよりも多い歴史的快挙の連続殺人ミステリーが起こってしまうことになるかも。ねえ、知ってました皆様方。この事件の犯人、全世界全歴史のミステリーを塗り替えかねないとんでもない挑戦をしてるんですよ。もちろんそんなの皆様方はとっくに気づいてましたよね。推理好きならミステリーの女王の作品は必読、さらに日本人なら新本格ミステリーくらいは読破してて当然ですから。皆さん本当に読書足りてます？ダメだな。へえ。ならお前もまだ読書が足りてねえぜ。何か私間違いを言いました？日本ミステリー界の話だが、新本格よりも先に新下作派の一人が別の作品を書き上げているぜ。人数同じじゃないですか。記録はタイでも、読者に犯人探しをさせた作品だってことに注目すれば、こっちの方がよほど的確な例えだ。あんたくらい博識なら、単なる死体の数だけじゃなく作品の傾向を照らし合わせてあげるべきじゃなかったのかい？大層なこと、俺にはとても言えやしねえぜ。本を読んでるってのはな、年にほんの100冊も読まないようなやつが迂闊に口にしていいことじゃねえんだぜ。こんなの文才って。とにかくやな、そんな大事件に発展させるわけにはいかんで。そうだな、とにかく今は親父の安否を確認するのが最優先だ。しかしどうする、電話もノックも無視、鍵は内側、これじゃお手上げだ。この分厚い扉をぶち破るのか、そいつは難儀な話だぜ。ひょっとするとお父様は何者かに襲われて大怪我をしていて、誰かの助けを待っているのかもしれない。この非常時だもの、お父様だって分かってくださるわ。
それで叱責があるようなら、私が甘んじて受けようじゃない。しかし、扉を破るなど、あまりに無礼な。窓は？そうです。窓です。3階の窓まで届くはしごか何かはありませんか？窓を破れば、中に入れるはずです。3階の窓なんて、危険でございますよ。やってみなけりゃわからねえさ。3階まで届くはしごはねえのか？園芸倉庫のはしごには、そこまでの長さはないかと。ああ、ならボイラー室のはしごはどうですか？以前雨どいの上に鳥が巣を作った時、それを使った覚えが。ええ、あれなら届きますとも、間違いありません。この天気ですし、風も強いです。いくらなんでも危険では。同感だ。大怪我をしても明日までは病院にも行けないのですぞ。中庭なら風の影響が少ないかもしれないわ。とりあえず様子を見てみる価値はあると思うけど。いやー、しかし3階までとなるとなかなかに。これが大変。鳥の巣の片付けの時もほとんどの使用人たちが尻込みしてしまい、それをこの不祥ゴーダが大役を買って出て見事に果たしたのです。よし、何の問題もないで。何しろ届くはしごに実績のある人間もいるんだし。はい。よし、はしごを立てかけてみるか。気をつけろよ、怪我すんなよ。おう。俺たちは濡れても平気だぜ。ひさしの下に戻ってな。ゴーダさん、膝の調子は悪くてもはしごクレーは抑えられるだろ？はい。ヒアルロン酸さえ十分なら、はしごもスルスルなのですが。いや、本当に申し訳ない。親父、金槌。おう、マトラ。お前、アスレチックは好きか？アスレチックより日曜大工頑張るかっこいい親父が好きだぜ。こいつ、やれやれ。たまには息子の前でいいとこ見せてみるか。マトラ、ゴーダさん、はしごしっかり押さえててくれよ。あとちゃんと上を見てろよ。俺が手を滑らせてこの金槌を落っことしちまうかもしれねえからな。安心しろよ。キャッチして親父の頭をかち割ってやるぜ。ドルフ様、大丈夫でしょうか？大丈夫よ。あの人アクション映画向きだし、それにスポーツだって得意なんだから。得意のスケートがはしご登りにどう役立つか聞かせてほしいぜ。俺はイナバウアー、常に大ピンチっとくら。なんだかんだ死なないから大丈夫よ。それより鎧戸が降りてなくて幸運だったわ。お父様の書斎では夜鎧戸を下ろす習慣はないの？
いえ、お部屋に入ることが許されている時には朝と夜に開け閉めをいたします。ただここしばらくは不要とのことでしたので、開けっぱなしになっていたと思います。なるほど。お父様はお怒りになるわよね、お休み中に息子が窓を割って入ってきたら。それはおそらく。窓を割らずに済むといいわね。この部屋の結界も、もはやこれまでか。城壁を乗り越えようと兵がよじ登ってくるぞ。まさに落城は目前というところよ。私にいつでも消え去る覚悟はできておるぞ。そうはいかぬ。泥をすすってでも生き延びてもらわねばならぬでな。後のことは考える。今はここを逃れよ。とはいえどうしたものか。廊下には未だエヴァたちが陣取り、窓にはルドルフが迫っている。扉にも窓にも退路はないぞ。ならばベッドの下に隠れ潜むもありかと。私には玉座にて待ち受けることさえ許されぬか。そなたの人生ならばそれも潔し。しかし今のそなたはわらわと夏日に生かされる亡霊よ。亡霊は亡霊らしく、ベッドの下かクローゼットに潜むと相場が決まっておるわ。その程度のことで奴らの目を欺けるのか。やれやれ。大丈夫、私がついてるわ。最後の瞬間には私があんたを脱出させる。危険だぞ。悪魔とてハンマ法の毒素に焼かれればただでは済むまい。大丈夫よ。それに私そのくらいヤバくないとドキドキしないのよ。頼もしい。わかった。私はベッドの下に隠れよう。お嬢様、ルドルフがもうじき窓に。ガープ、気が変わった。わらわがここを守る。そなたは炉の上と身を隠せ。何ですって。話が違います。ここはガープに任せ、お嬢様は避難されることになっていたはずです。何の気まぐれ。ただの気まぐれだ。そなたに任せて紅茶をすすってられるほどわらわは退屈を愛してはおらぬのでな。早速暴れてみたくなっただけだ。わかったわ。あなたのゲームだもの、あなたの好きにするといいわ。私は消した第一の番の死体が暴かれることがないようしっかり見張っていることにする。すまぬな、そなたの見せ場を奪って。よろしいのですか、お嬢様。わらわは目立つのが三度の飯より好きであることはそなたも知っておろうが、ガープの出番も食ってしまっただけだ。気にするでない。